こんにちは。視聴者さんからお悩み相談を受けています。読んでもよろしいですか？はい、もちろんです。あなたのお悩みを占ってみましょう。お名前と生年月日を教えてください。私は30歳の男性で、会社員として働いています。最近、私はとんでもない悩みに直面しています。それは、私の上司が私に恋をしているということです。私の上司は40代の女性で、既婚者です。彼女は私に対して、仕事上の指示だけでなく、プライベートな誘いもしてきます。例えば先日は今日は残業しないで私と一緒に飲みに行きましょうと言ってきました。私は断ろうとしましたが、彼女はあなたの評価に関わるからと言って聞き入れてくれませんでした。仕方なく彼女と飲みに行きましたが、その時彼女は私に告白しました。私はあなたのことが好きです。私の夫とはもう愛がないの。だからあなたと一緒になりたいのと言ってきました。私は驚きましたがすぐに断りました。すみません、私はあなたの部下ですし、あなたは既婚者です。私はそんな関係になれませんと言いました。しかし、彼女は納得しませんでした。あなたは私のことを嫌いなの？私はあなたのために何でもしますよ。私の夫とは離婚するつもりです。あなたと幸せになりたいのと言ってきました。私は困りましたが、なんとか帰宅しました。それからというもの、彼女は私に執拗にアプローチしてきます。メールや電話で連絡してきたり、家や職場に現れたりします。私は彼女を避けようとしますが、彼女は諦めません。彼女は私の同僚や友人にも私のことを聞き出そうとします。私は彼女の行動に恐怖を感じています。私は彼女に対して何の感情もありませんし、彼女の夫にも申し訳ないと思っています。私はこの状況から抜け出したいのですが、どうすればいいでしょうか？彼女にはどう言えば分かってくれるでしょうか？私はどうすれば幸せになれるでしょうか？上司の女性にストーカーされる寸前と言っても過言ではありません。なんという恐ろしい悩みでしょうか。このままでは人生が狂ってしまいます。早急に対処しなければなりません。どうすればいいのでしょうか？こんにちは。この度は私にご相談いただきありがとうございます。占いはあなたの潜在意識や直感に働きかけ、あなたの本当の気持ちや願望を明らかにすることができます。あなたの未来を決めるのではなく、あなたの可能性や選択肢を示すのです。あなたは自分の心に従って自分の人生を切り開くことができるでしょう。まずタロットカードを使って見てみましょう。タロットとはカードの組み合わせや配置によって過去、現在、未来の運勢や相手の気持ちなどを占う方法です。あなたの質問に対して最も適したカードを引きます。まずタロットカードをシャッフルして1枚引きます。引いたカードはこちらです。正位置の恋人、逆位置の節制、正位置の死神。恋人はあなたの上司の女性を表しています。彼女はあなたに強い感情を抱いていますが、それは愛というより執着です。彼女はあなたを自分のものにしたいと思っています。節制はあなたの心のバランスを表しています。あなたは彼女に対して冷静になろうとしていますが、それは逆効果です。彼女はあなたの拒絶を受け入れられません。彼女はあなたに対してますます必要になります。死神はあなたの運命の変化を表しています。あなたはこの状況から抜け出すために大きな決断をしなければなりません。あなたは彼女との関係を完全に断ち切ることが必要です。それがあなたの幸せのためです。次に水晶を見ます。水晶とは透明な石英の一種で、六角柱の形をした結晶が特徴的な鉱物です。水晶は人の魂を磨き、心を増幅していく働きがあると言われています。水晶を使うにはまず自分の手に合った水晶を選び清めて浄化し、次に水晶を見つめて精神集中し自分の潜在意識を活性化させます。そして水晶に質問を投げかけ、水晶からの答えを感じ取ります。あなたの潜在意識や直感に働きかけることで、あなたの本当の気持ちや願望を明らかにすることができます。私はあなたのために水晶を見つめました。見えたイメージは未来です。あなたは彼女のストーカー行為に耐えかねて会社を辞めることになります。しかし彼女はあなたを追いかけてきます。彼女はあなたの家に押しかけたり、あなたの新しい職場に現れたりします。あなたは彼女から逃げるために住所や電話番号を変えたり身分を偽ったりします。しかし彼女はあなたを見つけ出します。あなたは彼女の狂気に怯える日々を送ります。どうすればこのような状況から抜け出せますか？あなたは彼女のこういった行為から逃れるために
大きな決断をしなければなりません。彼女に対して甘い気持ちを持ってはいけません。断固として拒否することが必要です。拒否した結果、評価に影響はありませんか？あなたの気持ちはわかりますが、仕事よりも自分の人生や安全を優先するべきです。一人で悩まずに信頼できる人に相談しましょう。あなたは自分の人生を自分で決めることができます。次に駅でこれからの方針を示しましょう。駅とは中国で古くから伝わる占いの方法で、八卦という8種類の記号を組み合わせて64種類の卦という占いの単位を作り、その卦の意味や変化を読み取ることで現在の状況と将来の見込みを予知する方法です。駅を使って占うには、まず自分の質問やテーマを明確にし、卦を作る方法を選びます。卦を作ったら、それぞれの卦の意味や変化を読み解きます。あなたに出た卦は権威天、婚一、大宅。権威天はあなたの上司の女性の性格を表しています。彼女は天のように傲慢で、自分の思い通りになると思っています。彼女はあなたに対して傲慢で、尊敬や感謝の気持ちがありません。彼女はあなたを自分の所有物として扱っています。婚一はあなたの立場を表しています。あなたは地のように謙虚で、自分の幸せを求めません。あなたは彼女に対して従順で、反抗や抵抗の気持ちがありません。あなたは彼女の言いなりになっています。大宅はあなたの運命の方向を表しています。あなたは沢のように柔和で、人に喜ばれることを望みます。あなたは彼女に対して優しく、和解や融和の気持ちがあります。あなたは彼女との関係を修復しようとします。この結果から伝えたいことは、あなたは今非常に危険な状況にあります。あなたの上司の女性はあなたに恋をしているのではなく、あなたに依存しています。彼女はあなたを自分のものにしようとしていますが、それはあなたの幸せを考えてのことではありません。彼女はあなたの人生を破壊しようとしています。あなたは彼女に対して甘い気持ちを持ってはいけません。彼女との関係を完全に断つことです。どうすれば関係を断てるのでしょうか？まず彼女に対して別れを告げることです。別れの理由や気持ちを伝えて、これ以上連絡を取りたくないことをはっきりと伝えてください。感じの良いメッセージで締めくくると、相手も納得しやすいかもしれません。感じの良いメッセージってどんなのですか？例えば、あなたとの時間はとても楽しかったけど、私たちはもう会わないと思う。お互いに新しい幸せを見つけられるといいね。さようならとかです。それはただの振られ文句じゃないですか？大事なのは、彼女に対して別れを告げることです。次に彼女からの連絡をすべて遮断することです。それはできそうです。これらのカードとイメージから、まずは自己探求をし、内なる声に耳を傾けることで自分自身を理解し、次に前向きな視点で未来を見つめることが重要です。過去の経験や感情を受け入れつつ、新たな可能性や希望を見出すことで、自分自身の中での解放や意味を見出す手助けになるでしょう。またこれらのカードとイメージ把握まで象徴的なメッセージですので、解釈には個々の状況や感情も考慮されるべきです。自分の心の声に耳を傾け、新たな視点で未来を見つめることで、感情の解放や意味を見出す一歩となれば幸いです。もし自分の迷いから解放される方法を見つけたいのであれば、心理カウンセラーや専門家に相談することも一つの方法です。自分の心の中で抱える感情や不安を共有することで、より具体的なアドバイスやサポートを受けることができます。しかし、あなたの悩みを解決するための答えは自分の内側にあるかもしれません。自分自身と向き合い、自分を受け入れることが穏やかな心を取り戻す一歩になるでしょう。何よりも自分の心の健康を最優先にし、自分自身を責めたりしないでください。誰もが遭遇する可能性のある辛い出来事ですが、適切なサポートを受けることで乗り越えられる困難です。占いの結果、あなたは今上司の女性による強い依存状態にあることが分かりました。これは健全な関係ではなく、あなたの精神的な安寧を脅かすものです。解決策としては、まずは彼女との関係の終了を明確に伝える必要があります。それがあなたにとっての健康的な一歩であり、新たな道を歩むための始まりとなります。そして第三者として信頼できる人物や専門家の助けを得ることで、状況を正しく乗り越える力となるでしょう。最終的に重要なのは、自分自身を守り、自分の幸せを第一に考えることです。私はあなたに
最後に一つだけおすすめしたいことがあります。心身ともに休息を取ること。無理をせずに自分の信念や道理を守りながら時を待つことで、あまり良くない時期を乗り越えることができます。また今の現状を打破する解決策が見えることもあります。自分の気持ちを整理して正しい判断をすることを願っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。